The Manchi Clan, a group of Japanese ninjas known for their unusual powers, maintained neutrality even as their country was embroiled in civil war. Fearing their strength and their defiance, the nation's chief warlord ordered every man, woman, and child be killed. However, one survived, Yoshimitsu, next in line to succeed the chief and a master swordsman. He single-handedly took on the warlord's army, dealing them a hard blow, but they eventually overwhelmed him, severing his right arm. Despite the countless pursuers sent after Yoshimitsu, he vanished without a trace. That is until one day, an agent for the warlord received word that Yoshimitsu had been sighted. でね、この辺りですわ。ここが奴の潜伏場所だと。確かにそういないのだな。へえ、二層書き通りの顔で、腕も作り物でした。このような山奥に逃げておったが、だがこれでやっと殿にも良い報告ができるというもの。ん？逃げたのではない。お主とは二人で話がしたくてな。今宵も鬼が出るわ。な、何者だこの気配。化粧の者か。久しいな、下道に王府の畜生を言いよ。己はまさか義満だが、その姿は。何次郎への憎しみが我が身を鬼となしたんだ。さて、今度は拙者が質問させてもらおう。お主らが探すソウルエッジとやらについてだ。貴様に教えるわけにはいかん。秘術に嘘はつけるぞ。
万事の独身術か。無敵の剣ソウル一、やはりただの噂ではないようだ。随分と探し回っておったようだな。代わりに拙者が見つけてやろう。そしてその力を持って奴らに移し世の地獄を教えてくれるわ。剣について教えてもらおう。さあ、我が刀を見るのだ。あれは姉さんが商売敵をおびき寄せて殺すために作った偽物。そこまでだよ。次から次へと。今日は役日だね。お主が噂を流した張本人か。本物のソウルエイジについて知ることを全て教えてもらおう。姿が化け物め。あんたたち、こいつを畳んじまいな。そうさ、私が知ってる情報はそれだけ。とはいえどれも噂話だからね。確かなことって言ったら。噂は西に行くほど増えていると。疑うって言うならその変な術でも使ってみなよ。ところであんた、金には困ってないかい？いい話があるんだけどね。少子、この身を鬼に返じようとも悪党とする取引などない。
我が前から失せよ。坊さん、随分と荷物が重そうじゃねえか。それを置いてって楽になるか。これは御仏の教えを記した経典。心は満たすことができても腹の足しにはなりませんよ。御仏だ？はっ、この世に鬼も仏もありゃしねえ。いるなら今すぐお前の命でも救ってもらうんだな。ヒュー、なんだてめえ、どこから現れやがった。地獄。危ないところをありがとうございます。その剣さばきと人助けの心、あたかも武教小説の交換のようでしたぞ。誰がと、ただ抵抗もせず死にゆくお主を憐れんだまで。そう言って実際に人を救える者は多くはありません。即員は仁の端なり。あなたは仁義の道を歩んでおられる。知った口を。拙者の歩むは屍積もる修羅道のみ。今は違う道でもたどり着く場所は同じかもしれませんよ。色即是空、空即是色、呪相行色、薬部如是。あなたが迷いから解く解き放たれんことを。
さあ逃げるがよい。お主で最後だ。ありがとうございます。拙者は何をしている。このようなことをせずとも目的が果たせるはずだ。貴様か、実験隊どもを逃がしているのは。やってきよったか。待っておったぞ。ここのトカゲ男どもは何も知らぬようなのでな。この数に囲まれて木でも触れたか。行け、侵入者を引き裂き、パルギア神への供物とするのだ。神官クンペト空の先兵が手に入れる隙を伺っている。最後にと、そのナイトメアとやらはどこにいる。やつはヨーロッパのオストラインス。私に何をした？何？術語？秘徳を漏らすとは、何たる不覚。パルギアよ、我が身を汝に捧げまする。死に幸いあれ。刀が悪意を薄い、曇り切っている。術を使いすぎたか。刀と同じく、この心も曇っ
ているというのか。いいな、我が復讐の炎を絶やしてはならぬ、ならぬのだ。この邪気はあなたの気配だったのですね。あなたもソウルエッジを求めてここに来たのですか。いかにも我が一族の無念を晴らすために必要なんだ。娘よ、ソウルエッジについて知っているのならば教えてもらうぞ。不思議な力を持っているのですね。でも聞きません。私には神とあの人の加護があるから。あなたが邪悪な力を追い求めるならば、私はそれを止めさせてもらいます。あなたの剣から感じるのは怒りだけじゃない。悲しみ、そして迷っている。お主も心を読む術を。そんな力はなくても、ちゃんと目を見て声を聞けばわかります。復讐、それがあなたの本当の望みなのですか。何を知ったような。答えられないのですか。私はあなたの心を問うています。
わからぬ。もはやわからぬ。いけない、その剣を早く手放して。今宵も鬼が出るわ。お主は何やつだ。貴様も知っていいよ。我は剣気、憎しみがために生まれ、血によってのみ生きる。お主の名は、名前など無用。その身、我が物とし、写しを全て怪人と決してくれよ。
何時の名は義満。余と言う。静まれ。が戻られたのですね。ここは、そうか、お主はかたじけない。自分を責めないでください。いや、拙者は弱かったのだ。己の生きる道を見失い、誰かの死を願うことで生きようとしていた。それが新たな自分を生み出すことだと気づきもせずに。拙者はこれからは仁義に生きよう。弱者を守り、悪しきをくじく。自分と同じようなものを二度と生み出さぬよう作るために、それこそが皆の無念を晴らす弔いの戦。万事の一族よ、我が戦いを昇乱ある。